細分器を。ウリンでは負傷兵の手当てをしてくれたそうだな。礼を言う。細分器。義老を務める西洋の娘で、才女の誉れ高く音律にも通じていた。かつて騎馬民族の郷土にさらわれたが、曹操に救い出される。恩人である曹操は今、赤壁で決戦に臨もうとしていた。細分器はその様を後世に伝えるため従軍を願い出る。郷土にさらわれ留め置かれた私を曹操様は救ってくださいました。今はその恩返しをしているだけです。ご迷惑でなければこれからもお手伝いをしてよろしいでしょうか。わしに従えばより悲惨な光景を目にすることになる。お主は耐えられるか。それがこの乱世の真実であれば、戦の痛みと悲しみを読み後世に残すことも私の定めなのでしょう。ほう、見事な覚悟よ。天下を平定した暁には共に穏やかな詩を読みたいものだな。はい、曹操様、その日を心から楽しみにしております。まもなく孫家。
こそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。馬がご入り用で、またお待ちしてます。为了水温。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ねえ、ちょうどよかったぜ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。ねえ、希望の、ちょうどよかったぜ。野郎ども、そいつが俺たちの敵だ。負けちまった。ここでも野郎どもと協力したかったのによ。この辺にはもう近づかないから、許してくれ。この勝利の先に平和があると信じます。いいぞ、頑張ってるだな。目標決定。終わりとして。
敵の要所を攻め立てる。この情報があれば我が軍は有利になる。なるため、何としても戻らなくては。この情報があれば我が軍は有利になる。このため、何としても戻らなくては。情報を持ち帰るまでは死ねぬ。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰ります。助かりました。これで石膏の任を全うできます。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。せっかく貴重な情報を得たのに、帰り道に見つかってしまうとは。せっかく貴重な情報を得たのに、帰り道に見つかってしまうとは。救援、感謝いたします。この情報、きっとお役に立つはずです。救援、感謝いたします。この情報、きっとお役に立つはずです。石膏兵が面白い情報を持ち帰ったようです。話を聞いてみてはいかがですか。この勝利の先に平和があると信じます。よくやった。その働き覚えておく。族の言う、皆の働きにより決戦の準備。仕方ないとはいえ、この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。海岸に曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。敵の諸葛亮って軍師すごいんだ。この戦でも策があるかしら。
怖いな。できればここでじっとしていたいよ。さすがは曹操軍だが、気づかぬか、風がすでに変わっていることを。今だ、曹操軍に火を放て。敵船をすべて燃やし尽くすのだ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。今戦場に満ちるのは恐怖と不安の旋律。このままでは曹操様の奏でる調べがついえてしまいます。そのようなことはあってはなりません。私が曹操様をお救いしなくては。味方と連絡。この戦にもう希望はありません。上陽に逃げましょう。今の私にできること。窮地にあってこそ落ち着かぬ。ならぬ、互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。殿のお姿が見えぬのは気がかり。であられると信じるほかない。ブレリヒア、敵はこれを狙っていたのか。未来を見つけましょう。諸葛亮の策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏、全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。待ちくたびれて油断しちまうとは残念な。シール殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。やはり俺はまだまだ不甲斐ない。シール殿に習い、学も武ももっと励まねば。敵将討ち取りました。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。未来を照らしましょう。陸戦で曹操軍に一日の長があるのは筋。それを覆せなかったのは自分の不覚だ。敵将討ち取りました。敵が近づいてると聞いたんで、しっかり警戒しておこうか。終わらせます。未来を照らしましょう。ここはこの両鉱石が封鎖してるんだ。お前らに逃げ場なんてないって。まずったね。どうもこれが窮鼠猫を噛むってやつか。
伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱して生き延びれば再起も叶おう。伝令、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。そうそう。技巧就任おめでとうございます。順優、今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し敵により魏軍は勝利を収めた。だが曹丕は魏軍の損耗も激しいと判断し高陵より撤退する。蔡文姬も命に従い洛陽へ帰還した。残酷な戦や乱世に隠された真実、彼女は己の目でそれを見つめ歌にすることで人々に伝えてきた。その中で彼女の悲しき旋律にはある変化が生まれていた。ですわね。明るくて輝きに満ちていて、聞いているだけで励まされるような旋律ですわ。ですが、随分雰囲気が変わりましたね。以前は優秀な才を感じさせながらも、もっと優秀に満ちた曲調でしたが。そうですね。あの頃は乱世はただ悲しく残酷なものだと思っていましたから。でもその中にあっても懸命に生きる人がいる。未来を信じて戦う人がいる。私は時代に伝えたいのです。皆様に教えていただいた希望の光を。